おはようございます、す星野瑠璃です2018年 JBC の予想ということで今年の JBC は中央競馬で開催されますこの動画ではスプリントクラシックレディースクラシックの3つのレースを予想していきたいと思いますまずは JBC スプリントからデータその1東京杯と南部杯組ということでこちらのデータ JBC スプリントはこの2つのレースをステップにした馬が圧倒的に強いです過去4年は南部グ組,組か東京グ組しか馬券に絡んでいません今年の該当馬は東京グ組が北三三日月ネログレイスフルリープマテラスカイテオヘリオスの5頭 で、南部ハイグがのぼばからの一頭となっています。続いて、データその二。京都ダート千二百メートルの有利客室。ということで、こちらのデータ。と、京都ダート千二百は、基本的に逃げ。先行馬が有利と言われています。しかし、オープンクラス以上になると、差し追い込み場でも馬券内に届きます。 こちらが2017年以降の京都ダート 1200m のオープンクラス以上のレースで馬券内に来た差し追い込み場の一覧となっています1着は少ないんですが2着3着には毎回絡んでいます前残りで3着以内を独占するということはありませんそもそも京都ダート1200には 重症競争はなくオープンクラスが一番上のククララススとなっていますクラスが上がるほどペースは速くなりますので差し追い込み場でも届くということになっているのかなと思われます。でここからはまとめに入りたいんですが先ほども言ったように「逃げ先行場が有利」というデータは無視してもいいかもしれません。 京都ダート1200はスタートから上り坂になって3コーナー過ぎから下り坂になるというケースコース形態ですそうなると先行争いが激しくなった場合はと上り坂ということもあってかなり消耗すると思います追い込み場は4コーナー前からの下り坂でスピードをつけながら一気に加速して直線に入るということができます なので JBC スプリントも差し追いいい込み狙いでいこうかなと思いますネロマテラスカイグレイスフルリープウィンムートナックビーナス西構成生ノブワイルドと先行馬はかなり多くいます。ということで私の本命は13番の「レッツゴードンキ」にしたいと思います。 差し追い込み場狙いですが内枠にもキングズガードや北三三日月などの有力馬有力な差し馬がいますが、まあ、やはり先行馬が多いということでうちにうちの馬は直線で詰ままる可能性が高くなりますそのことも考えると狙いは外枠の差し馬になります。 普通に考えればレッツゴードンキはこのメンバーでは格上になります芝のスプリント G1 で実績があるしダート重賞は勝ってはいないけど今年のフェブラリーステークスで万全な状態ではない中での5着という実績がありますダート1200の経験はありませんが条件的には合うと思います 過去5年の京都ダート1200は岩田ジョッキーがトップで33勝していますので不安点はありませんで相手1番手は5番のマテラス界突然強くなった感じですが逃げの先方を取ってから成績が安定するようになりました前走は休み明けのプラス1 8キロだったし初の地方競馬だったので度外視してもいいと思います 展開は向かないでしょうが、プロキオンステークスをレコード勝ちしたことから能力はものすごいと思います。ハイペースでも粘り切れると思い思うので相手にしたいと思います。ということで買い目。で3連服は5番のマテラスカイと13番のレッツゴードンキを軸にして、相手は広めに買いたいと思います。ウマレンワイドは差し追い込み決着を狙ってみたいと思いますので、3連服のフォーメーションで1列目に5番。 2列目に13番で相手3列目が12346789141516で生まれとワイドで13番から相手に3番4番14番16番という4点を生まれんワイドで4点4点で8点。で続いて JBC クラシック。データその1 日本テレビ杯イ組 JBC クラシックは日本テレビ杯組の成績がいいです過去5年で9頭も馬券に絡んでいます今年の日本テレビ杯組はケイティブレイブ、アポロケンタッキー、サウンドトゥルー、テイエムジの4頭ですデータその2、帝王賞組その年の帝王賞に出走した馬の成績がいいです 2009年からは毎年馬券に絡んでいて2015年以外は連帯馬を出しています今年の帝王将組は「KT ブレイブ」「サウンドトゥルー」「テイエム迅速」ジンソク「活劇トキトキ」「活撃キトキ,トキと」と「オールブラッシュ」「アポロケンタッキー」の6頭になっていますでまとめなんですがかなり難解なレースで本命馬を何にすればいいかがもうちょっと分かりません 今年のダート重賞は全体的に荒れ気味でゴールドドリーム以外は着順がコロコロと変わるのがまあ現状です。ダート界は間違いなく世代交代に入ると思います。なので私の本命は十四番のオメガパフュームにしたいと思います。まず中央のダート重賞はほとんどは四ほとんどは四歳馬か五歳馬が勝ちます。 JBC クラシックには4歳馬と5歳馬は4頭しか出走しませんサンライズ・ソアは展開的に厳しいしケイティ・ブレイブは中央では本命にしづらいしマイネル・バサラと「活撃キトキとは実力的に買いづらい」ということで一番若い3歳馬を軸にしたいと思います前走はハンデ戦とはいえシリウス・ステークスを勝ったのは評価できます コバ混合ダート重賞で3歳馬が勝つことはかなり珍しく過去10年で7頭しか勝てていません前走から金量が増えるけど今回のメンバーなら勝負になると思いますルヴァンスレーブとともに来年のダート界を引っ張ってもらうために期待したいと思いますで相手は帝王将組に流します なので回目は3連覆で相手には帝王賞2着3着のケイティ・ブレイブとサウンド・トゥルーということで3連覆のフォーメーションで1列目に14番2列目に7番8番で 3, 3列目に1478910121516という15点で最後に JBC レディースクラシックの予想ということでデータその1 レディースプレリュート組第1回の2011年から毎年馬券に絡んでいて全部で15頭も馬券に絡んでいます今年はレディースプレリュートから8頭出走しますが去年以外は1着か2着馬が必ず馬券に絡んでいたので特に注目するのはプリンシア・コメータとブランシュクールの2頭に注目ですでまとめなんですが えっと、中央のダート戦で牝馬限定戦は 1, 万以下が最高クラスになりますなので、えっと、過去の傾向がつかみづらいです、えっと、中央は地方より馬場が軽いので、えっと、地方の交流重傷で大敗していた馬でも中央代わりで激走するという可能性が十分にありえます地方交流重傷の実績を評価しすぎると、まあ、痛い目に遭いそうです ということで私の本命は10番のプリンシアコメータにしたいと思いますと去年の2着馬でレディースプレリュート1着馬ですと素直に全勝戦で構想して調子がいい馬を軸にしますと今回は竹豊ジョッキーに乗り換わりですがと去年のレディースクラシック2着の時は竹豊ジョッキーだったので乗り換わりは問題ないかと思います 不利がなければ去年は勝っていただけに今年はリベンジに燃えていると思いますということで買い目はプリンシアコメータから生ま,れんで、えー、とー生まれんで10番から相手に1,2,3,4,9,11,12,15,16という9点を資金配分しようかなと思っています 今年の JBC は信頼できる軸馬が不在なので、まあ、かなり難解です当日,も当日の傾向も踏まえながらじっくりと予想して最終的に解明を決めたいと思ってますので、まあ、そちらの方はブログに書きたいと思います、えっと、ブログは更新されると Twitter にアップされるようになってますのでそちらの方も参考にしてみてください じゃあ2018年 JBC の予想こんな感じで終わります参考にしてみてくださいじゃあまたねー